いつも寺井チャンネルをご覧いただきまして本当にありがとうございます。寺井拓です。サムネイルとタイトルからしてネタ動画かなと見せかけて本当に謝りたいことがあります。前回の東京ダービーの予想動画で、簡潔に内容を説明しますと、私が一生懸命予想してものすごい外れた動画なんですけども、その中で私大変なミスを犯しておりました。そもそもどんな買い方をしたかというと、3連単軸1等マルチで11番を軸にした買い方、つまり11番が3着以内に来ないと外れということで、11番は全然来ませんでした。そしてそのレースは少し荒れまして、着順が2、4、9ですかね。で、配当が24万80円、3連単で24万80円つくというレースだったんですけども、私買い方を間違えておりまして当たっておりました。大変申し訳ございません。よっしゃよーしよし、そんなことあんのか。え、こんなことがあっていいんですか。よっしゃよし、すごいすごいぞ。俺謝りたいという気持ちよりもやっぱり自分が当たったという嬉しい気持ちは本当に本当に大きい。取り乱してしまいました。なんでそんなことになったかと言いますと、スパット4というものを利用していつも地方競馬買わせていただいてるんですけども、それがですね、126通りの買い方をしたんですけども、一括で126通りならそのまま買えるんですが、値段をね、ちょっとバラバラにして買った、言ったら個別に買ったわけなんですよね。個別に買う場合は120点までしかまとめて買えないということ で、126通りの買い方なんで6点をまた個別で買ったんですね。120と6で買ったんです。その6の方の買い方を間違えておりまして、当たってました。よし、すごい、やった、耐えた、ほんまに耐えた、めちゃめちゃ嬉しい。昨日久しぶりのパツロの仕事で、久しぶりやから勝てるんちゃうかな思ったら3万負けて、でなんか昨日あれや、アーモンドアイも2着で、それで3万負けて6万負けて、で今日また地方競馬で取り返したろかな思って見たら金額に24万って書いてあって、ってなって見たら当たってて、すごくない？これが競馬ですよ皆さん、これが競馬です。はい、僕の予想と一緒の買い方をした皆様は本当にすいません、本当にすいませんとは本当に思っています。ただこんなことになるとは思ってないから、また生配信とかした時に挽回したいと思います。24万はでかいで。ほな。チャンネル登録してくれ、してくれ。